ちがないメガネ。何？こっちがないメガネ。折れた。この人。自分でやるように勉強しなさいよ。うん、とりあえず見て覚えちゃう。これ、木綿糸。このね。木綿？木綿。うん。木綿糸って言ったら糸が大きいわね。あ、寒い気、これとか。うん。今日は寒いね。いや。寒いよ。そう思わん。捨てようと思って出しちゃったもん、また拾ってき。うん。まあ、トロッコは何をしても自分で嫌になるもん、ほんまに。メガネは落ちる。ほら。糸通さん？うん。とよう、どうしろか。うん。ほんまに。年を取るということはしようがないけど。通りませんがね。どうして？うん。できるろうか。うん、自分でなんかね。歯磨きの歯もない。想像もしてないようなあれになる。おばあちゃんが言ってほんじゃけ見ときなさいや。うん。こういう年とともにこういうふうに老化しますと。いいか。ヨウトンさん、どうして？うん。はい。待って。ここ、はためで切って。はい。どこ？ここ。はい。うん。これに合わせて。ここ？うん。そこ。これでね、うん。そのボタン小さいことない？見せてごらん。見せてごらんって持ってないの、俺。これか。はい。けど、やっぱりこれやね。うん、そうよ。これどうやってつけるかね。うん。まず前のところへこう印しとこう。ん？前のところへ。ほんで、ここ入れる。そんなうちらかかね。これゆとりがないといかんけね、少し。うん。これはこうじゃなくて十の字でよかったんかね。忘れたもん。うん。これだ。うん。こういうふうに持ってくるから。ちょっと待って、どう持ってくる？十字に。あ、持ってきた。普通まっすぐこうする場合もある。これ我慢と思う。うん。どっちでも。うん。見えるかね。もう一回行く。うん。これあんまり引っ張らんと、柔らかいような余裕を持たしとかんといかんき。うん。引っ張ってこのくらいになるくらいにどうするの、うん、もう一回どこか落ちたらいけない。うん、外れるからね、よく、うん、カエルが鳴きよ。え？カエルが鳴きよる。こうしといてね、ここ引っ張って、ここ引っ張ってね、うんうん、どこ？今みたいにこう十の字に持っていくやろ、うん、糸。うん。ほいで、
ここへこうもう一回出して見えん裏へ、うん、それからこれをね、うん、ちょっとこう引っ張って、うん、あんまりくっついとったらつけにくいろんでここ回すわけ、うん、ここ3回ぐらいなるほど、うん、こう回すろ、うん、回して、うん、この根元から、うん、ボタンの方これつけたとこねここへ、うん、ここからこっちへ針を戻して、うん、戻すやろ、うん、またこほらつけやすいろ、うん、余裕があったらだからこうやってね、うん、それからここでカッチリ止めちょいて、うん、止めちょいてもう一回こうそこでまあ敵はがいほどどうして余裕でしようとねあんたいやいやこれはさすがやね早い、うん、まあ簡単そうにやる簡単じゃないうん、糸をもつれるしこれで出来上がるすごい全然時間かからんかったこんなもの時間かけるってどうするさすがですねこれつついたら分かるようにちゃんとこれが立ってないと、うんつついても構わんけど、きれいにしといて、うん、ほんで、そしたらこれ止めやすいのよ、うん、見よって、うん、これ入りやすいの、こら、うん、あの、余裕があるから、あんまりぴったりつけたらこれができにくいろ、うん、うん、これでこれ、アイロンかけてたのかうは、ありがとうえうんねほんで、取ってあげろうん、あの、あれよ持っておいてこれ、そこ置いてはい戻してはい、ありがとうはい